村上太一は日本の実業家。株式会社リーブセンス代表取締役社長。東京都出身。小学生の頃、将来は社長になると決意。早稲田大学高等学院在学中から企業のための準備を始め、簿記検定2級を取得したほか、情報処理技術者試験に合格した。高校卒業後の2005年4月。 早稲田大学政治経済学部経済学科に入学。同大学1年生在学時、大学のベンチャー企業科養成基礎講座が実施したビジネスプランコンテストで優勝した。同ビジネスコンテストの翌年度の優勝者は、与沢翼である。大学在学中の2006年2月に株式、会社リブセンスを設立、同年4月よりアルバイト情報を掲載するウェブサイト、 ジョブセンスを解説した。それまで、掲載課金型が主流であった、求人業界で新たに、成功報酬型のビジネスモデルを築いた。リブセンスは、創業2年目に、黒字化し、2011年11月1日に、東証マザーズより、上場承認を得て、同年12月7日に上場し、2012年10月に、東京証券取引所市場第一部へ、市場を変更した。 東証マザーズ上場時の年齢は25歳 1, 1ヶ月で自社の株式を公開したものとして岡村春久の記録を更新して史上最年少となった文化になる Web サービスをリブセンス村上大地株式会社リブセンス代表取締役社長村上大地インタビュー前編2018年1月12日2020年3月18日閲覧 最年少上場社長に今20代が聞きたいことを聞いてみた2019年4月30日、2020年3月18日閲覧。ありがとうございます。